どうもこんにちは、アニマルトレーナーの黒田でございます。はい、で今日もですね、うちのお猿さんタイ君にドッキリを仕掛けていこうと思うんですけれども、最近なんかちょっと手の込んだドッキリが多いなと思って、はい、一応もうちょっとこうシンプルなドッキリを今日ちょっと用意してみました。はい、で内容としましては、机に僕の携帯を置いといて、でそれが鳴りますね。なって、あ、やばい、ちょっと電話来た、海君ちょっと携帯取ってって言ったら、これが両面テープで固定されてるっていうどうするでしょうね。ちょっとこれは僕にも分かんないです。はい、ちょっと見てみたいと思います。はい、やっていきましょう。おいでね、おいでおいで、よいしょ、マッサージしてね。顔を撫でられるの好きな子多いんですよ、日本猿って。わおちょっとうっとりしてるでしょ。おお音ちっちゃあ、いいじゃん、かいくん、携帯取ってちょうだい、ちょうだい。おーちょ天才か。ちょうだい。何この大胆なドッキリ殺しは。取れねえ、これごとみたいな。すげえ。机ごと持ってくるとかさ、大胆すぎるだろう。いやでもまあ目的は達成してますからね。というわけで、ね。大胆なドッキリ殺しをするという結果でございました。でも賢いと思います、ね、まさかそう来るとは思わなかったわな。はい、じゃあお別れしましょうかね。頑張ったね、バイバイ。